東池袋駅は東京都豊島区東池袋4丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y10。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札外とホームを連絡するエスカレーターエレベーターを設置している。稼働式ホーム作は有楽町線全線での設置計画により2011年2月26日から供用を開始している。 当駅は、池袋駅、つとむ関区東池袋地域として、近隣の駅を管理している。2011年3月26日から、スイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、マイルド電車、2番線が、ジノスパイラルである。2019年の1日平均乗降人員は44,120人で、あり、東京メトロ全130駅中84位。 近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。サンシャイン60を中心とした、サンシャインシティが立地するほか、2000年代後半以降は、駅周辺での東池袋4丁目、再開発事業が数箇所で行われており、都市幕立中央図書館や都市幕立部隊、芸術交流センターといった、文教施設が入居する、ライズシティ池袋、 サンシャインシティまでの地下連絡通路、東池袋地下通路、複数の大型ターマンションなどが完成している。また、駅南側の南池袋2丁目でも、再開発事業が行われ、都島区役所の新庁舎と、大型ターマンションとの複合施設、都島エコミューゼタウンが完成、東池袋駅と地下道で直結している。アウルタワー都島エコミューゼタウン駅に隣接して、 都電急大塚電車営業所日の出町発出所の跡地に都営バス東池袋4丁目総車所が設置されていたが東京メトロ副都心線の開業に伴う路線再編により2008年6月13日限りで閉鎖されここから渋谷駅方面に向かっていた池86系統も同日付で池袋駅東口東池袋4丁目総車所間を廃止 池袋駅東口始発、終着となっていたが、2018年4月1日のダイヤ改正で当駅に近いサンシャインシティまで延伸された。ただし、駅の目の前は通らない。当駅の西側付近を東京メトロ副都心線が通過している。地下鉄13号線の計画段階である、1985年の運輸政策審議会答申第7号では、 東池袋駅が位置づけられていた。しかし、2001年の都市計画変更の際には、東池袋駅は定められず、2008年の福都新線開業時点では、駅は設置されなかった。豊島区は、福都新線の東池袋地区への駅設置を要望しており、東京地下鉄と確認書を交わしている。それによれば、将来、相当の利用客が見込めるようになった時期に、 新駅を設置する工事を行うとしている。また、福都新線の建設段階にて新駅を設置する事前措置を行うものとしている。福都新線池袋駅増しが谷駅間の駅間、シールドトンネルは大部分で鉄筋コンクリートセグメントを採用しているが、新駅が施行される可能性のある区間では施工性を考慮してダクタイルセグメントを採用している。ありがとうございます。